私が音楽の勉強のためにこのローレンシュタインの町に来てからもう随分と月日が経ちました。初めのうちこそホームシックにかかったりもしたけれど今ではここの生活にもすっかり慣れました。そんな中、私の手元に懐かしい香りのする一通の手紙が届いたのです。それは遠い故郷エンフィールドからのものでした。こんにちは、シーラちゃん。お元気ですか？メロディーはとっても元気です。なんとメロディーはお手紙が書けるようになったのです。すごいでしょ？まあ、メロディーちゃんたらところでね、シーラちゃん、実はこの前エンフィールドでとっても不思議な事件があったんですよ。今日はシーラちゃんにその話をしたいと思います。聞いてくださいね。事件？一体何かしら。悠久幻想曲セカンドアルバムボリューム1第1話、魔獣との出会い。風だよ、風。ドクター呼んでくれないか、ディアナ。それがその、留守なんです。え？今朝、隣の町から先生にしかできない手術の依頼がありまして、2、3日帰ってきません。マジかよ。こんな時についてねえな。大丈夫です、代わりに私が診察しますよ。ええ？さあ、診察室へ。すぐに準備しますからね。いや、心配いりません。注射を1本打てばすぐに良くなります。え、注射？あら、もしかして怖いんですか？あ、怖い。ディアナの注射ものすごく怖い。それは一体どういう意味？ドクター、すまないが、ちょっと、あ、ルー、助けてくれよ。ん？帰る。ちょっと逃げんなよ。なんだ、なんだも何も、どうして帰っちゃうんです？迷わせたと、ドクターが留守なんだろ。だから私が見習いに見てもらう気はない。一生懸命やってます。だから言ってもんじゃないだろ。信頼させてください。うるさいな。こういう時じゃないとなかなか実刑囚する機会がないんです。練習ならアルフを使え。ちょ、冗談言わないでよ。あ、この声、メロディちゃん？どうしたの？ディアナちゃん、この子見てあげて。この子って？この子だってば。かーん、うー、かわいい。子犬？いや、違う。これは森の中で罠にかかってたの。ほら、右足が痛そうなんだよ。怪我してる。メロディちゃん、診察室へ行こう、早く。これがメロディたちとピロットちゃんの出会いでした。ピロットちゃんっていうのはね、メロディがつけた名前なんだ。かわいいでしょ。でもね、実はピロットちゃんにはものすごい秘密があったんだよ。どうなんだ、そいつの怪我は？ええ、しばらくは痛むだろうけど、もう大丈夫。じきに歩けるようになります。よかった。でも、見れば見るほどわからない。一体なんだ、この動物は。さあ。おいおい、よせよ。これは大事なものなんだ。たかが女の部屋の合鍵だろう。これ以上大切なものがこの世にあるか？おお、最低だな。なんだよ、その言い方。だから、よせってば汚れるだろう。
もうとうとう食べ始めちゃったよ、まったくもう。食べてる？ちょっと俺の大事な鍵、もう変だぞ、こいつ絶対に変だよ。相変わらず騒がしい人たちね。外まで聞こえたわ。あ、イーブ、ドクターはいるかしら？頼まれていた医学書のことで。そんなことよりちょっと見てくれよ。え、この子なんかおかしいんです。おかしい？確かにあまり見かけない生き物ね。でも何かの本で見たことがあるような。本当か？ええ、あれはあ、イブさん、どうしたの？あなたたち、それ魔獣の子供よ。魔獣？まさか。間違いないわ。早く森に返しなさい。それも人間が来ないような森の奥へ。そうしないと取り返しのつかないことになるわ。でも怪我をしてるし。そうだよ。魔獣は古い時代の生き物。人間がもっと純粋だった頃にはたくさん生息していたらしいけれど、今の人々の心は彼らには毒なのよ。特に生まれたばかりの子供は人間の醜い部分を吸収して凶暴な野獣に変わってしまうことがあるというわ。そんな。とにかく一刻も早く町から遠ざけることね。そうしないといずれ恐ろしいことが起きるわ。え、魔獣？はい、森の入り口で卵の殻が発見されましてね。信じられない。事実ですよ。バネッサさん、着任早々ご苦労ですが、あなたも捜査に加わってくれませんか？わかったわ。それじゃ早速。あ、待ってください。え？この件は絶対に極秘です。特に自警団にはね。なぜ？魔獣の危険性を考えたら共同作戦で。バネッサさん、あなたにも分かっているでしょう。自警団は所詮素人の集まり、何の役にも立たない。違いますか？それはエンフィールドを守るのは我々公安維持局だけで十分です。それを忘れないように。ええ、了解したわ。置いてあげるって言ったけど、こんなことになるなんて聞いてないわ。ピロット君の怪我が治るまでです。そしたら森の奥に返しますから。とにかく街中には置いとけないんですよ。それならどっかでこの子の食べるもの調達してきてよ。そうじゃないと。ビルそばから人のブレスレット食うな。エンフィールドか。大丈夫だよ、今行くからね。第2話、マーシャル武器店へようこそ。いらっしゃい。こんにちは、エルさん。あれ、ディアナ、珍しいね、武器屋に来るなんて。何の用だい？実はその、鉄でできてる武器がたくさん欲しいんですけど。ダメですか？いや、ダメってことはないけど、一体何をするつもり？食べる、ちょっと体を鍛えちゃおうかななんて思ったりして。だったら、この短剣を一本だけ買いなよ。
それで十分だと思うけど。それじゃあすぐお腹が空いちゃうんだよ。あ、なんでもありません。とにかくたくさん欲しいんです。いくらくらいになりますか？本当にいいの？じゃあ例えば剣が10本だとね、このぐらいだけど。高いだろう。もっとこう安いのはありませんか？置いといても邪魔になるだけで、いらないやつとか。おいおい無茶言うなよ。そんなのあるわけ。いや待ってよ、そういえばあるな。ものすごく邪魔で捨てたいと思ってたのが。え？ちょっと待ってな、今奥から取ってくるから。マッシャー！マッシャー！マッシャー！マッシャーと決まった。やっぱり私はかっこいいやろ。これで次の B1 グランプリの優勝はもらってあるな。びっくりした。ある、いきなり後ろを取るとは。腕を上げたな、エル。腕を上げたも何も、堂々と入ってきたのに気づかなかったのはあんただろ。あのさ、はい、確かこの辺にガラクタがあったよな。あれ少し分けてくれないか。ガラクタ？くねくね曲がってる剣とか、握るところにまで刃がついてて持てないナイフとか。そら、あのひょっとこぶら下げて私のコレクションのことあるか。ああ、それそれ。失礼な。どれもこれもガラクタじゃないやろ。例えばこの担当、その名もホーリーナイフ。あるこの世で一つしかない伝説の武器。ほう、今からこいつの威力を見せる。ある。ふんふん。こっちはうちの店で扱ってる普通のナイフあるよ。そうだな。これをホーリーナイフで一刀両断にする。ある。うら、見事に折れた。ある。ホーリーナイフが真っ二つ。あ、うん、あが、なんということあるか。伝説の前が折れてしまったろ。おお、あはモノレインチキソリメ。やだから一本買うともう一本おまけがついてきた。あるな。おかしいと思ったら。おかしいと思ったら買うなよ。だいたいもう一本ってなんだ。この世に一つしかない武器じゃなかったのか。くそ、このマーシャルを怒らせるとどうなるか思い知らせてやがる。出てくる。ある、いつもいるね。やれやれ。おい、ディアナ、こっち来なよ。ただでいいから、持てるだけ持ってきな。手伝いましょうか。あ、どうもすみません。あ、イーブさん、すごい荷物ね。そんなものどうするつもりなのかしら。今図書館の帰りですか。その様子だとあの魔獣をまだ飼っているの。ユーラさんの家ならその町外れの森だし、怪我が治るまでなら。相変わらず軽率ね。そんなことないです。ピロット君は別に何も。そのことではないわ。気がつかないの？あなた誰かに尾行されていたわよ。え？もういないわ。魔獣をかくまうのならそれなりに気をつけるべきではなくて。そういうこともわからないようでは失格ね。ユラさんの家から早く別の場所に隠した方がいいと思うけれど。
それじゃ。あの何？ありがとう、イブさん。礼には及ばないわ。今すぐ森に返すべきだという私の意見は変わらないから。ディアナ、実は。ああ、ディアちゃんだ。ああ、いい男がもう一人。ユラちゃん、幸せ。一体何の騒ぎだこれは。私に可愛いお客さんなのよ。客？ベルナちゃんでーす。どうも、こんにちは。ああ。可愛い。こんなやつエンフィールドにいたか。違うよ。ちゃんはね、遠くから旅してきたんだって。ちょうど宿を探してたからユラお姉ちゃんが連れてきちゃったんだよ。ちょっと可愛いとすぐこれだ。それよりディアナはどうした？ディアナちゃんなら鉄を取りに行って、まだ帰ってきてないけど。ユラさん、メロディちゃん。はっ、おかえりなさい。血相変えてどうしたの？のんきに宴会なんかしてる時じゃありません。私、尾行されたんです。尾行？それは多分公安維持局だな。公安？嘘。俺はそれを知らせに来てやったんだ。昼間公安にディアーナたちのことをいろいろ聞かれたんでな。なんかまずいことになってるわね。人事みたいに言うな。ユラさん、ピロット君を移す場所ないですか？そうね。あ、そうだ、森の奥に私の別荘があるわ。別荘？お酒の貯蔵庫になってんの。そこなら大丈夫よ。はい。ユラさんたちを逮捕？それはどういうことなの？魔獣をかくまってるからですよ。それなら引き渡すように言えばいいでしょ。いきなり逮捕な同房だわ。甘いですね。知り合いだからといって手心を加えるのですか？いいでしょう。あなたには今回の事件からは外れてもらいます。ここに残って書類整理でもしていてください。ちょっと待って。さあ皆さん出動しましょう。魔獣およびその関係者を逮捕するのです。手加減はいりません。とにかく捕まえましょう。第3話、クラウド委員の工房。はい、ピロットくん、包帯を取り替えるからじっとしててね。あ、もうこらこら、やめなさいってば。もう君が動き回るから包帯がうまく巻けなかったじゃないか。何その目は。私の腕が悪いせいじゃないよ。君が動き回ったせいだからね。絶対だからね。ダメだよ。せっかく怪我が治ってきてるんだから、もうそんなに跳ねちゃダメ。もうやだ、見てたの？はい、ごめんなさい。あなたは、その、ピロットのことが怖くないんですか？え？魔獣といえば、人間から恐れられ、嫌われているはずなのに。そんなことないよ。だって悪い子じゃないもの。ね、ピロットくん。にゃーにゃー。悪い子じゃ、ない。うん。そうですか。ちょっと、ディアーナちゃん？はい。ルー君に聞いたんだけど、町に行くって本当なの？ええ。薬を取りに一度病院へ戻りたいんです。危険だと言って止めたんだがな。そうだよ、ディアーナちゃん。でもピロット君の傷薬が切れちゃうんです。せっかく治りかけてるのに。僕がついていきましょうか。お前みたいな子供に何ができる。それはそうですけど。じゃあルー君ついてってあげてよ。何？
男なんだからさ、こういう時に女の子を守らなくちゃダメでしょ。それはそうだが、まあいい。どうせ俺も家に帰るつもりだったし、そのついでに病院まで送って行ってやる。ありがとう、ルック。ただしな、いつものようなドジはするな。そのせいで公安に追い回されるのはごめんだ。うん、平気だよ、多分。おい。必要な薬は、これと、これと。こっちの瓶はいいのか。あ、いけない、その薬が一番欲しかったんだ。おいおい。あ、これでよし。それじゃあユラさんのところに。待ちなさいよ二人とも。バネサ、何コソコソとやってるのかしら。コソコソなんて、そんな。あなたたちかくまってるわよね、魔獣を。やっぱり全部バレているようだな。ええ、でも安心していいわ。私はあなたたちを捕まえる気はないから。ん？というよりね、この事件から外されちゃったのよ。だからこれは私個人としての忠告。もうじき公安の局員が来る。だからその前に逃げなさい。何？公安はね、あなたたちのいそうな場所をしらみつぶしに探してるわ。なんて乱暴なやり方だ。まったくよね。とにかくここも危ないわ。早く逃げないと。ん？どうしたの、ルーク。おい、二人とも。どうやら遅かったようだぞ。いつの間にか囲まれている。え？もう？七、八、なかなかの数だ。こっちです。裏口から逃げましょう。ええ。さあ、こっちです。待って、ダメだ、こっちにもいる。え、どうしよう。こうなったら仕方がないわ。奥の手ね。私を人質にしなさい。それなら向こうは手を出せない。人質？もちろん芝居をするのよ。それで脱出できるでしょ。確かにその手は使えるな。でも私そんなのできませんよ。できなくてもやるの。そんな。一度練習するわよ、ディアナさん。後ろから私を羽交い締めにして、そうそう、それで脅し文句。やい、お前ら、この人がどうなってもいいんですか。大変なことになっちゃいますよ。道を開けてください。真面目にやってる。だから言ったんです、ダメです。あ、もう演技の方は私とルー君でカバーするから、とにかくメスを振り回してなさい。いいわね。はい、頑張ります。それじゃ行くわよ、せーの。あれ、誰か助けて。おい、こら、お前らよく聞け。おい、こら、お前らよく聞け。この女の命は預かった。はい。おらおらおら、道を開けろってんだよ。あ、聞かねえとな、女にメスが刺さっちまうぞ。ちょっと、うるせえ、人質は黙ってろ。あ、危ない。誰か本当に助けて。お前らさっさとどけってんだ、こら。言うこと聞いて、なんかマジでヤバいの。よし、それでいい。このまま追いかけてくるじゃねえぞ。あ、行くぜル、女を背負いな。え、ああ。二人とも動くんじゃねえ。ああ、怖かった。それはこっちのセリフよ。何なのあなたは。頑張って演技しちゃいました。演技なのか本当に。まあうまくいったからいいわ。それでユラさんの別荘っていうのはどこ。場所を知られるのも時間の問題だわ。逃げるように言わないと。はい。 あれは公安維持局。
もうバレてるんだわ。ユラさんたちが危ない。第4話、永遠の親友。ユラさん、のんびりお酒なんか飲んでる時じゃありません。何を想像しようね。急いで逃げなさい、早く。はぁ、あれ、バネッサちゃんだ。バネッサちゃんで、なんであんたが一緒にいるのよ。私とルー君が街で捕まりそうになったんです。それを助けてもらったんですよ。なんだそりゃ。ここに魔獣がいるって公安にバレてんのよ。はぁ、え、そんな、どうしよう。もしここで戦いなんかになったら、誰かがこの子に怒りや憎しみの感情を教えてしまったら。行きましょう皆さん、もっと森の奥へ。いや無理だな。え、奴らもう目の前に来ている。うそー。さあ、魔獣をかくまっている諸君、すぐに出てきなさい。そいつは危険です。我々公安維持局が捕獲します。あいつめー、ボムかー。何なの偉そうに。どうしよう、ねえみんなどうしよう。ピロット君が捕まっちゃうよ。絶対絶命なの。よし、例のあれを使ってみましょう。あれ、もしかして俺とディアーナを町から逃がした時に使った手か。そう、私を人質にするのよ。お芝居だけどね。えっ、それいい。ユラちゃんやる。じゃあルー君とユラさんで頼むわ。あの先頭にいるボルってやつをやっつけちゃえば、あとは大したことないから。オッケー。この隙にディアーナさんたちは魔獣を連れて先に逃げなさい。いいわね。はい、行こう。メルディちゃん、メルダ君。あれー、助けてー。バネッサさん。おいお前ら、こいつを人質に取った。妙な真似をしたらただじゃおかねえぞ。はいよ。うらうらうら、さっさと来いよ。はい、芽が出るぞ。ちょっと、何言ってんです。方位を解けでしょ。包帯を解け。違う、方位。方位、方位を解け。合ってる。合ってる。さもないとこいつの命はないぞ。やむを得ません。ごめん、私のため。バネッサさん。は、突撃。どっかちゃかましい。大体ね、前々から気に入らなかったんだこいつ。もう頭きた。次は誰。どっからでもかかってらっしゃい。逃げろ。バネッサで、あら、どうしたの二人とも。公安の連中は。あら、怖い。ここまで来ればもう大丈夫。さすがにこんな森の奥まで追ってくることはないよ。海、疲れちゃった。で、これからどうしよう。まさかここにずっと隠れているわけにはいかないし。ふみゃ、困ったです。私たちどうしたらいいのかな。あの、そのことでお話が。え？なに、メルナちゃん。今までこの子を助けてくれてありがとう。でももうこれ以上
みんなには迷惑をかけられない。僕はピロットを連れて行きます。連れて行く？ちょっと待って、一体何の話をしてるの？今まで隠していてごめんなさい。僕は人間の世界に紛れ込んでしまった魔獣を探すのが仕事なんです。そのためにこの町に来ました。え？人の姿をしていますが、僕も魔獣の一人。もしこの子が人間の醜い心を吸ってしまっていたら、封印しなくてはいけないところでした。ベルナ君？あなたたちと一緒にいるこの子を見て嬉しかった。この子の心は絶対に汚れない、封印しなくていいんだって。でももうここでお別れしましょう。この世界があなたたちのような人間ばかりだったらよかったのですが。そんな、どこへ行くの？人間の世界から遠く離れた太古の生き物たちの森へ。光の鈴よ、古の森に続く道を我が前に示したまえ。古きものを迎える風を吹かせたまえ。ごめんね、もうここにいられないんだ。やだ、もっと遊ぶの。一緒にお花摘んだり、お手紙書いたり、欲しいもの食べたり、それから待って、メロディーちゃん。ダメ、ダメよ。ここにいたらね、ピロット君が悪い魔獣になっちゃうんだって。さよならしなきゃいけないんだって。でもお願いよ、言うこと聞いてね。ありがとう、ディアーナさん。じゃあ僕たちもう行きます。おいでピロット。この包帯がほどけちゃってる。直すから待っててね。確かここに救急セットを。あれ、私ったらドジなんだから。新しい包帯見つけた。ちょっと我慢してね。包帯少ない。ごめんね、あんまり綺麗な巻き方じゃなくて。はい、できたよ。もう痛くない？本当は治るまでそばにいてあげたいんだけど。傷口は汚い手で触っちゃダメよ。それからね。それから。どうして？ディアーナさん。私、なんで？あれ？泣いてなんかいないよ。私が泣くわけないじゃない。私が。嬉しくなってくれるといいです。それではまたお手紙書くからね。
どうしたの？どうしたのって、もう午後の授業始まっちゃうわよ。何やってるの？え？はあ、もうこんな時間？もう相変わらずおっとりしてるんだから、シーラは。ごめん。さあ早く行こう。あ、ちょっと待って。第2話、魔獣の影。ほら、さっさと入れ。なんだよ、僕は無実だ。公安維持局なんかに捕まる理由はないぞ。何もしてないでしょ。無実も何も。そのうさんくさい格好であちこちうろついてたじゃないか。多数の市民から訴えがあったぞ。これのどこがうさんくさいんだよ。どこから見ても立派な中年紳士じゃないか。そんな子供みたいな中年紳士がいるか。ちょっと、一体何の騒ぎなの？あ、バネッサさん。トリーシャちゃん。なんだ、知り合いか？まあ。なら取り調べは任せた。やかましくてかなわん。なんだと。まあ、とにかくこの子は私が預かるから。ああ、頼んだぞ。ブーた。こら、トリーシャちゃん、何の遊びなのそれ。遊びじゃないよ。え、実はね、魔獣の調査。まんじゅう？いや、そうじゃなくて魔獣の調査。魔獣。何か知ってるのあなた？うん、バッチリさ。もうちょっとで確信に迫るところだったんだ。それなのに邪魔されてさ。確信って本当に？本当だよ。昨日アレフ君がね、自慢の合鍵を何かに食べられたって話してたらしいんだ。でもそんなもの食べる動物なんておかしいでしょ。ええ、確かに。アレフ君が絶対絶対に何か知ってるよ。分かったわ、トリーシャちゃん、ありがとう。ここから先は私たちの仕事よ。僕はどうなるの？今日のことはなしにしてあげるから、お家へ帰りなさい。そんなのつまんないよ。いいわね？つまるもつまらないもないの。ほら早く。ちょっとずるいよ。僕にも魔獣を見せてったら。はい、そのうちにね。バネッサさん、見せてよ。はあ、そう、アレフ君がね、探ってみなくちゃ。いきなり何の話だよ、バネッサ。今動揺したわね。アレフ君やっぱり知ってるんだ。そんなこと。答えて、どこにいるの魔獣は？ちょっと待ってくれよ。バネッサの方から誘ってきたから何かと思ったら、そんな色気のないことだったのか。悪かったわね、色気がなくて。でも大事な話なのよ、これは。いや、でもさ。ごまかさないで。もう一度聞くわ、魔獣はどこにいるの？チェ。何よ。ああ、バカみたいだな、俺。これでも結構おしゃれしてきたんだぜ。え？バネッサとデートするの初めてだったからさ。デート？エリ？なんか顔が赤くなったな。あ、何言ってるの？そんなこと。それにこれは、デートなんかじゃ。いやあ、もしかしてデートの経験がないんだ、お前。ギク。バカにしないでほしいわね。図星だ。そんなことないわ。こう見えてもね、前の町では男の子がこう何人も寄ってきてもう大変で、そんなことはどうでもいいの。いやー、その辺をもうちょっと詳しく。いい加減にしなさいってば。もう、あのね、アレフ君、真面目に聞いてよ、お願いだから。あ、私はね、
別に誰かを逮捕したいとかそういうわけじゃないの。逆に助けてあげたいのよ。え？魔獣をかくまうのは危険だわ。でもね、それよりもっと危ないことがあるのがわからない？もっと危ない？魔獣を心よく思わない人間が君たちに何をするかっていうことよ。あ、そういう時には獣なんかより人間たちの方が何倍も恐ろしいわ。本当に怖いのは人間なのよ。だから教えて、アレフ君、教えてよ。わかったよ、負けた。アレフ君、実はな、お前のことをただ口うるさいだけのやつだと思ってたんだけど、少しだけ見直したよ。褒めてるの？それともけなしてるのかしら。褒めてんの。ありがとう。で、魔獣は？軽い怪我をしてる。ユラの家でディアーナが治療中だ。ディアーナ？そう、あの子が。何？今誰かいたわ、その茂みの中。本当か？誰もいないぞ。逃げられた。しまった、うかつだった。もし今のが公安維持局の誰かだったらみんな捕まる。騒ぎだこれは。私に可愛いお客さんなのよ。客？ベルナちゃんです。どうもこんにちは。ああ、こんなやつエンフィールドにいたか。違うよ、ベルナちゃんはね、遠くから旅してきたんだって。ちょうど宿を探してたからユラお姉ちゃんが連れてきちゃったんだよ。ちょっと可愛いとすぐこれだ。それよりディアーナはどうした？ディアーナちゃんなら鉄を取りに行って、まだ帰ってきてないけど。ユラさん、メロディちゃん。はっ、おかえりなさい。血相変えてどうしたの？病気に宴会なんかしてる時じゃありません。私、尾行されたんです。尾行？それは多分公安維持局だな。公安？嘘。俺はそれを知らせに来てやったんだ。昼間公安にディアーナたちのことをいろいろ聞かれたんでな。なんかまずいことになってるわね。人ごとみたいに言うな。ユラさん、ピロット君を移す場所ないですか？そうね。あ、そうだ、森の奥に私の別荘があるわ。別荘？お酒の貯蔵庫になってるの。あそこなら大丈夫よ。ユラさんたちを逮捕？それはどういうことなの？魔獣をかくまってるからですよ。それなら引き渡すように言えばいいでしょ。いきなり逮捕なんて横暴だわ。甘いですね。知り合いだからといって手心を加えるのですか？いいでしょう。あなたには今回の事件からは外れてもらいます。ここに残って書類整理でもしていてください。ちょっと待って。さあ皆さん出動しましょう。魔獣およびその関係者を逮捕するんです。手加減はいりません。とにかく捕まえましょう。第3話、束の間の幸せ。はい、ピロット君、包帯を取り替えるからじっとしててね。あ、もうこらこら、やめなさいってば。もう、あ、もう君が動き回るから包帯がうまく巻けなかったじゃないか。
の目は。私の腕が悪いせいじゃないよ。君が動き回ったせいだからね。絶対だからね。もうダメだよ。せっかく怪我が治ってきてるんだから、もうそんなに跳ねちゃダメ。もう。やだ、見てたの？はい、ごめんなさい。どうしたの？私の顔に何かついてる？ずいぶん楽しそうに遊んでましたけど、ディアーナさんは、ピロットのこと怖くないんですか？え？魔獣って、普通は怖がられて嫌われているのに、なのにあなたは。怖くなんかないよ。だってこの子悪い子じゃないもん。悪い子じゃない。うん、そうだよね、ピロットくん。もうこら、すぐそうやって舐める。この人は人間なのに魔獣をあんなに可愛がってくれている。じゃあちょっとの間待っててね、ピロットくん。どこかへ行くんですか？私これから病院に戻ってピロットくんの傷薬を取ってくるんだ。でも誰かに狙われてるんでしょ？だから夜のうちにこっそり行くの。それにルーくんもついてきてくれるって言うし。はあ、魔獣のために人間がここまでしてくれる。僕は希望を持っていいのかな？もしかしていいのかな？ディアーナさんたちならきっとあの子を。びっくりした。いつの間に。なんですか、ユラさん。何難しい顔してるのかな、ベルナ君。いえ、その別に。まあいいわ。それよりさ、体洗ってあげるから一緒にお風呂に入らない？は？はい？いいですよ、そんなの。ダメダメ、ベルも臭いわよ。そんなはずは。今朝も水浴び。今朝？それはいけないわ。お風呂は1日3回は入らないといけないのよ。そんなバカな。何出るんだよ。マジで。ちょっとユラさん。何？ユラさんは、ユラさんは、どうしたの？ユラさんは魔獣ってどう思いますか？それってピロット君のことをどう思うかってこと？ええ。そうね。恋愛対象にはちょっとね。は？まあ私にはクリス君やリオ君がいるし、だけどピロット君本人の努力次第ではいい線いけるかもしれないけど。そういうことじゃなくて、お酒が飲めそうでもないし、やっぱりちょっと愉快なお友達ってどこかしら。そうですか。でもね、できればピロット君にはさ、人間に追われない場所をちゃんと見つけてあげたいわよね。魔獣でも人でもいつも誰かに狙われながら生きるなんて嫌だもんね。人生のんきが一番よ。ユラさんも魔獣を友達だと思ってくれてる。
これなら大丈夫だ。あの子は絶対に大丈夫だ。始めようかしらね。ねえ、ディアーナちゃんとルー君まだなの？まだだよ。変ね、遅いわ。遅すぎる。ええ、何かあったんでしょうか？まさか。まさか街で美味しいもの食べてるのね。はい。悔しい。よし、こっちも宴会だ。絶対違うぞ。騒いでやる。叫ばってこーい。もしもし、なんだかな、この人たちはよくわかんないや。礼には及ばないわ。今回は公安のやり方が気に入らないだけだから。それにしてもあなたたちはうかつね。こんな時に街中へ戻るなんて。でもこの薬がどうしても必要だったんです。それにな、バネッサに助けられなくてもあんな間の抜けた連中に捕まる俺ではない。うん、何とでも言ってなさい。それよりユラさんの別荘っていうのはどこ？公安に場所を知られるのも時間の問題だわ。逃げるように言わないと。はい。あれは。公安維持局。もうバレてるんだわ。ユラさんたちが危ない。第4話、マイディア。ユラさん、のんびりお酒なんか飲んでる時じゃありません。あ、何よ、想像しはね。急いで逃げなさい、早く。はぁ、あれ、バネッサちゃんだ。バネッサちゃんで、なんであんたが一緒にいるのよ。私とルー君が街で捕まりそうになったんです。それを助けてもらったんですよ。なんだそりゃ。ここに魔獣がいるって公安にバレてんのよ。はい、そんな、どうしよう。もしここで戦いなんかになったら、誰かがこの子に怒りや憎しみの感情を教えてしまったら。行きましょう皆さん、もっと森の奥へ。いや無理だな。え、奴らもう目の前に来ている。魔獣をかくまっている諸君、すぐに出てきなさい。こいつは危険です。我々公安維持局が捕獲します。あいつめ。ここはおとなしく出て行った方がいい。でもピロット君が。あの数が相手ではどうにもならない。ここは一度奴らの言う通りにするんだ。そして隙をついて誰かが自警団に駆け込む。自警団？そうだ、今回の魔獣捜査だが、俺の見たところ公安は自警団を出し抜こうと焦っている。違うかバネッサ。自警団だ。そう、アルベルトのバカなら魔獣のことも助けてくれるはずだ。ルー君あったまいいわ。そうだね、自警団にはフォスターさんもいるもんね。ああ。大丈夫だよピロット君、必ずみんなで守ってあげるからね。もう一度言う、すぐに出てきなさい。さもなければこちらも強行手段に出ます。わかった、せっかちなんだから。はい、出てるよ。これでいいんでしょ。よし、
全員取り押さえなさい。おお、危険なことを考えたらダメだ。卑怯だぞ。やめなさい。そこまでする権利はないはずよ。おやおや、これは役立たずなバネッサさん。あなたは今回の任務から外されていたはずだよ。ボルさん、捕まえましたよ。ははあ、それが魔獣ですか。まだガキのくせに歯なんかむき出してやがる。ダメだ、やめろ。その子に怒りや憎しみを覚えさせちゃいけない。ベルナ君、何言ってるんだよ。お前はダメなんだ、やめてくれ。うるさいな。ベルナ君、ほら、ちょっとやめて。今のなんだよ、お前も殴られたいのか。やめて。ピロット、怒っちゃダメだ、憎んじゃダメだ、憎んじゃダメだ。こいつ、やめて。この野郎。は戻りません。ベルナ君、一度汚れてしまった魔獣は元には戻らない。そんな嘘だよ。なんで君がそんなこと。僕は人間の世界に紛れ込んで汚れてしまった魔獣を封印するのが仕事なんです。そのためにこの町に来ました。人の姿をしていますが、僕も魔獣の一人です。もしこの子が黒く染まらなかったら、魔獣だけの住む安住の地へ連れて行くことができたんですけど。ベルナ君、あなたたちと一緒にいるこの子を見て嬉しかった。この子だけは汚れない、一緒に帰れるって。でもこの子も封印しなくちゃいけない。やめて、お願い、封印なんて。おいで、クロット、君にも分かっているはずだ。このままだと君はもっと凶暴になり、大好きだったディアーナさんまでその爪にかけるようになってしまうよ。ケーロンフェイン、ケーロンフェイン、永遠のシジマの中へこの者の身を眠らせたまえ。ケーロンフェイン。キネちゃん、キネちゃん、ピロットくん。ダメだ、ディアーナさん、このこと僕を迷わせないで。See you.
ベルナ君、また旅に出るんだね。もう少しここにいてもいいのよ。でもどこかでまた僕を待ってる子がいるんです。そう、終わりのない旅か。うに、ベルナちゃんかわいそう。いえ、あなたたちみたいな人に出会えることもありますから。ベルナ君、じゃあさよなら。あ、そうだ、これはディアーナさんが持っていてくれませんか。あ、それはピロット君を封印した。もしかしてあなたたちならこの子を生まれ変わらせてくれるかもしれない。生まれ変わる？ええ、もしあなたたちの優しさにずっと触れ続けて温かい心を持つことができれば、魔獣とは違うものに。僕の夢かもしれないけど。夢だなんて、そんなことない、そんなことないよ。きっと、いつか。ありがとう。さようなら。こうして、ベルナちゃんは旅に出てしまいました。そして、その日からメロディーもみんなも、ピロットちゃんが生まれ変われるように、いいことをいっぱいしているんですよ。でも、ニワトリさんみたいに、お腹の下でペンダントを温めてたら、それは違うと怒られました。み、なぜかな。どうしたの？どうしたのって、もう午後の授業始まっちゃうわよ。何やってるの？え？はあ、もうこんな時間？もう相変わらずおっとりしてるんだから、シーラ。あ、ごめん。さあ早く行こう。あ、ちょっと待って。セカンドアルバムボリューム1、出演はディアーナ・レイニー、最後までドジドジしてましたの浅田陽子、バネッサ・ウォーレン、ショートカットがよく似合う鶴ひろみ、ルーシモンズこと私は汚れた魔獣松本康則、立花ゆら、うん、尻尾でふさふさしてあげるの佐久間レイ、イブ・ギャラガーをやっていたら顔まで固まってきた、誰かほぐして、天野ゆり、トリーシャ・フォスター、君のハートにトリーシャ・チョップ、僕の飯塚もゆみ、メロディー・シンクレア、お腹が死んだのだ、西原久美子、アレフ・コールソン、なんじゃボケ、アレフじゃん、小安武人、エル・ルイス、エル、L-O-V、ラブリー・アイちゃん。というわけで、エル・ルイス役、オリカさん、アイ。ベルナ、無口の僕が今日はよくしゃっているな。なんちゃって、熊妹子。ピロット、もしピロットが言葉をしゃべったら、喉乾いちゃったよ。藤原あかり。マーシャルある、たまには静かな役もやりたいぞの柴重、後輩自局員ボル、なんでゲームには声が入ってないんでしょう、ミキネズミ、後輩自局員ギャラン、この取り調べ室には誰もいない、ギャラン、アスカ光一、シーラのクラスメイト、これからも頑張ります、応援してください、田中理恵。そして今回は留学先からご案内させていただきましたシーラ・シェフィールドこと小安さん優しくしてねの北見京子でした。ルートイブの裏ドラナイト
こんばんは、DJ のルーシモンズです。 DJ ルーさんの極めて優秀弟子のイブです。ラジオはうるさいから少し黙るか。楽しいな。さて、それじゃあ早速リスナーからのハガキでも読んでやるかな。どうしたの？なんて下手くそな字だ。見るに耐えない。本当だわ、読む価値などないわね。捨てよう。じゃあ次のハガキ。どうしたの？これもひどい。誤字脱字ばっかりじゃないか。ちゃんと勉強してるのか？全くね、読むに値しないわ。捨てよう。さて次のハガキ。どうしたの？これもたまらん。ペンネームに気品がない。全くだわ、以下同文。捨てよう。では次のハガキ。お前ら、いい加減にしろーた。なんだよそれ。おい、頼むから何か反応してくれよ。すごく寂しいぞ。突っ込み方に今一つセンスが感じられないな。が机をひっくり返せば物事が収まると思ってるところが甘いわね。世の中を舐め切ってるな。だからそのノリはやめろと言うんだ。ノリなんかで喋ってないよ。ムカつき。すいません、皆さん、そろそろお時間なんですけど、もしもし聞いてますか？ではCD をお聞きの皆さん、この後はラジオのオンエア用に作られた次回予告のためのガイダンスナレーションです。ドラマとは全く違った世界をお楽しみくださいね。まずはパート1、パート2です。どうぞ。何が DJ アレフに聞け。パート1、どんどん。はい、こんばんは、 DJ アレフです。DJ アレフくんのなんだかとっても優秀弟子のシーラです。オッペケプーです。オッペケプーです。はい、さてさて、悠久幻想曲の謎に迫るこのコーナー、はい、今回のゲストは泣く子も倒すチョップの鬼、チョップの悪魔、トリシャだ。おっと、ちょっとちょっと、なんだよそれ。僕をなんだと思ってるんだよ。いや、だってさ、トリシャチョップについてのそういう噂がいっぱい届いてるんだもん。みんな勘違いしてるよ。トリシャチョップっていうのはとなんだ。効果音だってポクだよ、ポク。そうなの？でもね、いろんな本にはズシャーとかパキーとか書かれてるんだけど。ひどいな。そんなに言うんなら今日は正しいトリシャチョップを見せてあげる。準備するからその間に次回予告言ってて。はーい。邪魔しないでね、アレフ君。それじゃあ次回予告です。次の2つの予告。よし、準備はオッケー。じゃあアレフ君、行くよ。ちょっと俺、必殺トリシャチョップ。ほらね、可愛いでしょ。ガーッ。DJ アレフです。 DJ アレフ君のとってもとっても優秀弟子のシーラです。うんち大好きです。うんち好きです。さて、悠久幻想曲の謎に迫るこのコーナー、今回のゲストはバネッサ・ウォーレンだ。はい、こんばんは。早速バネッサさんへの手紙です。バネッサさんは銃の腕が下手で、いつも持っているのもただの飾りじゃないですか、ですって。あら、失礼ね。私の腕前は公安1って言われてるんだから。信じられないな。じゃあ試してみるか。え、あそこに置いてある花瓶を打ってみろよ。あれね、ちょっと遠くない？全然近すぎ。あ、そう。じゃあ行くわ。あら、当たってねえぞ。おかしいわね、この、この。もういいです、バネッサ。ちょっとやめろよ、おい、当たるだろう。ちょっとな。とりあえず、ここで次回予告で。うつべし。誰か助けてください。いやー、ちょっと、大体なんで弾が切れねえんだよ。こっちの方が不審じゃねえか。
ギャグの世界というのはお気楽なものだな。いくらチョップで入院しようとスタジオが壊れようと、次の週にはピンピンしてる。最低ね。とにかく水の合わない世界だわ。何それ。何かしら、アレフさん、その目は。パーツ3に出てたくせに。自分から進んで出たわけじゃないわ。あれはアレフさんが無理やり。そうか。結構楽しそうだったと聞いているが。聞いた人がどう思ったかは知らないけれど、私自身は別に楽しいとは感じなかったわ。誰に喋ってんだよ。感じなかったわ。あ、そう。おお、あ、そう。じゃあいいよ。そのパート3聞いてみてもいいよ。DJ アレフに聞け、パート3。こんばんは、DJ アレフです。DJ アレフ君の思いのほか優秀弟子のシーラです。本当はヒカミです。うん、本当はね。さて、悠久幻想曲の謎に迫るこのコーナー、今回のゲストはイブ・ギャラガーだ。一体何の用かしら。手短にお願いしたいわね。まあまあ、ですね、イブさんは絶対に笑わないと評判ですが、なんとか笑ったところが見たいですというお便りなんですけれど。ああ、これは難しいな。無理じゃないか。そうね。あ、そんなことないですよ。私、徹夜で素敵なジョークを考えてきたんです。これで笑ってくださいね、イブさん。はあ、土管が破裂してドッカーン。どうしたんですか、皆さん。土管が破裂して、はい、はい、それでは次回予告です。次の2つの予告編のうち、来週放送してほしい方をリクエスト。それじゃあ忙しいからこれで。あ、さようなら。ちょっと待ってください。これは面白いですよ。ねえねえ、おじさん、今何時？親父。なんちゃって。まだあるんですよ。はい、私外国人です。え、それじゃあ英語使ってるんですか？ No, 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 カナダ。なんちゃって。布団が吹っ飛んだとかね。魚屋のおじさんが驚いたギョ、なんちゃって。あれ、どうしてイブさんいないの？いないんだろうね。どうしていないの？あ、もう一回ぐらい行ってみようか。もうこの辺で終わり名古屋。シーラ、留学先でなんか嫌なことあったの？くだらん。でもやっぱりなんか楽しそうじゃないか、イブ。どこがですか？噛んでないもんだって。あなたの耳、全然この二人いい、ね、あなたの耳は不思議ね。一体どこをどう聞くとそういう風になるのかしら。基本はできないよね。だいたい、あ、わかったわ、ルーさん。なんだ。あなた、ガイダンスに自分の出番がなかったもんだから。え、いや、悲願でいるのね。悲願でんだ。失礼な。悲願でんだね。君は仲間に入るな。何を根拠にそんなこと。かなり動揺が見て取れるわね。今あなたの体は動揺を隠そうと必死でアセチルコリンを分泌していることでしょうね。 それは間違った解釈だな。外的要因によりストレスを受けた状態、つまり恐怖や不安感を感じた時にはノルアレドナリンが。全然わかんないだみたいな。もっとさ、楽しい会話しようよ。なんか反応とかもさ、こういちいち僕のこうあれにこうガンガンってくるような、そういう反応。もっと論理的に説明してください。うわ、君は楽しくないのか。僕は楽しい。私も楽しいです。楽しいんじゃん。なるほど。君は笑いを取るまで何回も同じギャグを繰り返すつもりなんだ。戻った戻った。それで世界に通用すると思ってるところが甘いわね。世の中を舐めきってるな。いやいやいや、なかなか舐めるのもいいっすよ、先生。うお、舐めましょうよ、みんなで。ザ、はい、ーってほら、舐めよ。ねえねえねえ、大体ルーさんさ、ルーさんさ、ちょっとこっち来てみ。はい、ルーさん、ルーさん、触らないで。この辺でですね、けど、CD はそろそろ終わりの時間です。解放してみな。時間があるんです、CD は。心をさ、ガーガーみたいな。はい、それでは皆さん、みたいな、また次回お会いしましょうね。お相手は、DJ ルーさんと優秀弟子のイブさんだったはずなんですが、結局、私、シーラシュヒールドでした。だよ。それじゃあ皆さん、もうギャグ出すなのか、ガガッていこうよ。ガガッと。あれ？おやすみなさい。さようなら。なんだよこれ。